自転車で魚釣りたい。はい、始まりました。今日はですね、なんとこの自転車で魚釣れるんじゃないかっていう、そういう企画になってます。で、何を言ってるかちょっとわからないあなたに、ね、ちょっとご説明します。あのですね、まず自転車にはこれ、ね、パーツが付いてます。こういう機械部品でこう回るやつで、ね、ギアとかこういうクランクセットっていうなペダルとかこういうの付いてます。で、これをね、作ってる会社さん、シマノさんって言うんですけど、そのシマノさんね、釣り具でも結構有名なメーカーなんですよ。で、逆に、こういうね、釣り具で有名なね、例えばダイワさんっていうメーカーさんとかが、実は自転車パーツも作ってたりするわけなんですよ。ってことはですよ、自転車パーツと釣り具って、めっちゃ密接な関係性があるんですよ。だ例えばですけど、ほんまに、ここのね、ここのパーツ分かる、あるやつか、こう、ハブっていうの分かります?ここのパーツとか、こう回るね、こう回るやつね。これとかって実際ね、ほらここにハブのジグがあって、こうやって回したら同じことだ、こう同じ同じやつ、これ同じだよね、同じだよね、大きさが違うだけなんですよ。ってことはですよ、あの自転車で、あのこうやってこれを、ね、釣り具担いで自転車でこういう握ってで垂らして釣ろうかじゃないですよ。あの自転車で魚釣るんですよ。それが自転車フィッシングでございます。で、まずどうするかなんですけど、あの作戦としてはですね、まずこの状態ではやっぱりまだ釣り具からはちょっと程遠いですし、なおかつね、ちょっと今回ね、自転車好きのお前ら先言っときます。おい、ちょっとね、海で釣ったらお前塩がついてお前錆びてる自転車パーツ悪いちゃうかって声分かってます。それくらい俺もだからね、洗車用のね、このスプロケットでこのギアとこのハブっていうパーツがついたものを用意しました。で、これをね、ここにまずはめます、タイヤ取って。で、ここに糸巻けば、もうこれ。で、ここでこうさ、糸巻いたらさ、で、これをさ、回すわけやろ、こうやって。じゃあ、ここの回転してるやん、中のパーツが。まず、なんか回転してるパーツがこれね。じゃあ、もうこれは、ここを回転させて、こうやって巻いてるのと一緒やん。あとはここに竿だけつければ、竿を、うわ、頭の中想像してるね。竿から糸くる、ここに糸が入る、俺がこう巻く、爆鳥。変速機ついてるからな、こっちは。そう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 なる。すごいのは、普通の釣り具はこうやってもう手を速くするしかないじゃないですか。こっちやったらね、変えれるんですよ、この速さを。ほら見て、ほら見て見て、これ一番軽いやね。で、こうやってやればほら、もっとちょっと伸びちゃう。これでも水深 1000m とか全然いけちゃう。時速 60km で回せば、まあ、水深 1000m でも大体1分ぐらいで負けるわけですよ、言ったら。まあ、とりあえずね、後輪を外します。おお、やり方独特だな。やり方独特、癖ありすぎる。ここ重要だから、もうこの自転車でその、なんつったらいいよ、ルアーの、ルアーちゃうわ、あのリールの機構さえ再現できれば、もうあと釣り出かけるだけやからね。はい、まあ、これは壊れてるね、洗車の釣る時のやりやすいためによくつけるものってことです。そうそうそう。おお、本当にこれぐらいかな。口ハムハムすんのやめろ。集中してる時のマイケリング、マイケリング完成しました。完成しました。とりあえずちょっとじゃあ立てます、これで。はいはいはい、来ました。もうね、もう一緒やん。だって行くで、ほら回ってるでしょ。ここを回すとこの軸が回る構造ね。これはもうここを回すとこの軸が回る構造と一緒や。ほら、もう一緒やってるんですよ。これ分かります、これ回すやん、ここが一緒やん、これほら一緒やん。釣れるなってことは、釣れるってこと、釣れるのは釣れるってことね。で、竿をつけたから、ここはもう言っとくわ、あの自転車メーカーさんに関してはこれリールとか専門なんですよ。だから竿に関してはもう既製品の竿を使います。はい、これね、これね、これを多分こういう感じかな。かっこいい。かっこいい、かっこいい。ここにこれつけてたら多分やけど、糸くるやろ、こうやって。で、ここでこうやって巻く。来た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 ってやれば、もうこれで完璧や。え、これどうしようかな。ギリ通るんちゃう。あ、通る。おー、いけてきた。通る通る通る。え、できました。できました。できました。
カードいらんやん。待って、ほら、え、五感あるんや。すごい、やっぱ釣り具と自転車ってやっぱり五感性あるじゃない。すごい、え、これでいいやん。でもなんですよ、問題はじゃここからね、糸こう来るでしょ。でも僕正確にここだけに曲がらなあかんわけよ。難しいのがそこ、あの釣り具と一番の違いはですね、糸の巻き方があるんですよ。糸ってこう、なんていうんですか、こう綺麗に巻いていかないといけないです。こうビーって、でこれするためにね、ここにねついてるんですよ。ここ見てもらったら分かるんですけど、これ回すとね、ほら前のやつがこう動いてるんですよ。こうやってビーって横左右にね、分かります？でこの左右に動いてる機構がこれ、この自転車にないんですよ。いらんからだって。だからこっち側でうまくここに巻いてあげないといけないんだけど、ここからじゃ多分ブレてこっち行ったりこっち行ったりしちゃうから、もうちょっと多分この辺とかに輪っかをつけてここに誘導してあげるといいと。どうする？はいはいはい、ということでございまして、見てください、これできました。何かっていうと、この幅でちょうど糸を巻くためにね、ガイドしてあげるんですよ。この丸いやつの役割をここでしてあげると、糸がこうバーってきて、ここに入ってここで巻かれていくという。なのでちょっと糸をね、実際にちょっと出していきます。こっちのリールの糸をね、こいつに与えます。リールはね、こっちで釣れよっていうのはもう禁止です。そのイメージしてほしいのは、もし無人島でロードバイクとサオしかないってなった状況で、あなたどうしますかっていうことなんですよ。いや、サオで釣るよ。いや、まあ、糸負けませんやん。そういう時にこういうテクニックが、あの時マサ君のチャンネルで見たこの知識が役立つっていう時がもしかしたらいるかもしれない。100万人もし見てくれたら、1人ぐらいもしかしたら無人島に取り残されてしまい、なおかつロードバイクと手元で竿しかないと。糸はあると、でも結束バンドブラもしかしたら、ね、可能性の話だから、これはあるから、可能性に関してはそこまであれやったら、リールある可能性の方が高いような気がする。リールでだから無人島に取り残されて、竿とリールがある人も絶対中にはおるのよ。でもリールもない人がおる、なんかそのパラレルワールドやから。あの時、あの角を右に曲がったことで、リールがない世界線の無人島に着いた可能性がある。こういうことね。で、ここに通すと、中にね通せば、ここで、どうしようかな。とりあえずちょっともう結び方とかやめて、腹立つから、もう腹立つからいいの。すごい負けずに。え、ちょっと見てください。こう、ここに行きますよ。ほら見て、ほら見て、もうシステム出来上がってるやん。システム出来上がってる。あとはこの糸をもうちょっと出してあげて、どれくらいなんやろ。すげえ糸映らんから、なんか変な作業してる人。いや、パントマイムしないですよ今。糸出してますからね、ちょっと見てください。あの、ちょっとバックスピード速いなってやったら、これ変速することで、これ、見て、ちょっとバックスピード遅かった。で、ここの役割に関しては、もう手があるから、さっきはあの、こう動いてやつ、ここで俺がこうしてあげたらいいから、まあでもな、絡まってんじゃん。絡まってる。え、ここも、ちょっと待って。いや、その、絡まるとかって、ちゃいますやん。ちなみに言うの忘れてましたけど、釣りも僕やってましたから、ちょっとだけ肩結びとかしてましたけど、さっき。実際はね、なんとかノットみたいなやつでやりますから、みたいな。聞いていい、これは。先がないのに絡まるってなんだ。出し方、リールから出した時の出し方、あの、あれあれ、そう、パントマイム。パントマイムのせい、これなんとかノットになってるよ、ここ。そうなってんのパントマイムロットになってる。ちょっと巻こうか、とりあえずな。ハムハムすんな。魚の気持ちになる。ちょっと今日魚っぽいよな。寄せていかないと気持ちは、やっぱり。
ちょ待って、ほんまにこれなる。お前な。オッケー。だいぶ巻きました。でももう言ったらさ、これ釣れたらこれで今日釣り具メーカーもう激震やしてるよ。俺らいらんやってなるやん。じゃあ自転車あったら釣れるやんってなるから。そんな今日からもう変わるで。もしかしたら魚だって、まだ多分誰一人やってないやん、この釣り方、このその漁法というか、なんつうの、情報が今日確立されるわけ。こっちの方が魚実は来るかもしれない。とりあえずできましたんで、この先にね、今日釣るちょっとね、あの、なんていうんですか、仕掛けをつけていきます。そして、今日やる釣りはですね、サビキ釣りです。まあ、あの、釣りを知ってる皆さんならね、もうわかると思うんですけど、あの、一番簡単な釣り方です。一番簡単というか、まあ、スタンダードというかね、家族でも楽しめちゃいますよみたいな釣り方で、簡単に説明すると、まずね、こういうね、まあ、なんかエビみたいなね、こういうなんかこう仕掛け、わかります？これ針なんですけど、ここにね、これ魚をちょっとおびき寄せるような見た目をしてる針が何個か連なってるんですよ。で、これを垂らして、で、下にこのね、重り兼カゴみたいなのをつけます。で、このまま海に入れると。で、このカゴに何入れるかって言ったらね、このサビキっていうか、エビとかを釣りつぶしたようなね、こういう餌があるんですけど、これを入れて、で、ここで海中でね、ふわーってくるわけですよ、この餌が。で、それを食べに来た魚たちが間違ってこいつの針についてる、こうエビみたいな見た目をしてるやつも食べちゃって、で、釣れると。まあ、そういう釣り方になります。それで、これを開けていきます。こっちにこの糸をつけていくんですけどね、こうしてこうするやん。で、ここのここ回していくんだよ。しろしろしろ俺に聞かんでたし間違ってたら言ってくださいね。今ブスタで言われてももう無理やからだって。これ YouTuber 全員思ってると思う。コメントでそこの箇所訂正されてももう無理やからほら、うん、あっちりほら一切緩んでない。いけてるでしょ。緩みようがない。もう完璧で、まあ、これちょっとね、今バラしちゃうと持っていくのめちゃくちゃ危なくなっちゃって、まあ、いいか、バラしていいか。じゃあこのまま怖っ。はいはい、バラしてますよ。見てください。わかります？こんな感じでね、連なってるわけですよ。こんな感じでね、これをそのまま海中にバーいっちゃうわけですよ。で、この先にこのカゴをですね、つけます。これで完成しました。わかります？おい、もつりえぐない？見て、わかりました？釣りやな、これ。釣りやと、こう、まあ、リールがあって、竿があって、仕掛けね、あって、こう最後の下のこの重りで、この重りの中に、このね、餌イメージで、ここ今、堤防やとしてイメージしてくださいね。今、海にこう入れました。じゃあ、ボーンって。で、じゃあ、ちょっと仕掛け下ろしていこうかっていうので、下ろしていくと、バーってやって、あとは、だからここで来た。で、待ってると、これでも釣れるの。いけそうじゃない？こんなスムーズな。やっぱすごいな、釣りと自転車の互換性が。ほな、じゃあ、レッツ海釣り。はい、ということでございまして、やってきました、カダーです。ございます。和歌山県のカダというところに来ております。見てください、あちらの堤防見えますか？釣り人の方いらっしゃいますよね。ここでちゃんと釣れるポイントなんですよ。わざわざ和歌山まで来ました、本当に。で、見てください、この完成されたこの自転車フィッシング用の完璧でしょ。さっきも多分見せてたと思うけど、いいというか、あの堤防のところが行こうか、とりあえず簡単でしょ。ほら見て、もういつも自転車運んでるのと一緒。これで行くだけです。はい、堤防だかなり来ましたよ。もうここの堤防式を初めて、今カーボンブレーキの音をしてます。フィッティングの正しい武器はですね、こうです。やばい。で、こういうことですよ。おーおーおー、怖。え、でももうほら見て、完成しました。一回ちょっとシミュレーションしていい？うん、オッケー。一回垂らしてみるわ、ちょっと。降りてる。
行ってるね、行ってるね。これをこう行くわけよ。何量これ。そこついた。うそやん。ってことは足りるわ。あ、ほんとほんとや。で、巻いてみるな。ロードバイク量。すごいすごい上がってきた。はい。はい。素晴らしい。ということで、もうそのまま行きますよ、そのまま。これね。手で開けるんそれ。ちゃんとね、こういうね、切り端もね、ちゃんと捨てるっていう風に当たり前ですけど、これめちゃくちゃ大物かかってさ、これすごいドライする。めっちゃ面白いけどな、めっちゃ面白い。俺の愛車は魚に食われましたって。太平洋横断中ですみたいな。太陽にやってるから、この量の今俺はトップを走ってますから。いきますよ、じゃあ。これは使ったことない。すごい、なんか生クリームみたいな。おお、まあ1投目なんでちょっと多めに入れておきますよ。入りました。で、これを入れるだけでも釣れます。こいつ釣りもチャリも両方舐めてる。ちょっと気合い入れます。ちょっと1投目なんで、しゃあ、いきます。じゃあ行きますね。一投目。来たら多分ここがブブブってなるから、なったらもうさあ合わせてあげる。分からへん。あ、ちなみにこれちょっと言うの忘れてましたけど、お前これやったら焦げやって思う方いるじゃないですか。このスタンドの強度弱すぎてね、人乗れないですよね。これ近い近い、ほんまに次回もっと強いスタンド持ってこれば、これ持ってこうか、これで釣れるから。いや、でも表面ピチピチしてるんよ。朝魚やんな、多分な。え、来た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 。え、当たりじゃない、当たり。確かに食ってるね、今。当たってる。そっち行ってこ、そっち行ってこ。もう一投しろか。じゃあ一回じゃあ引き上げます。え、来てたよな。完全に来てたな。そのでもその釣りって普通ってこうサビキ釣りってこう持つからさ、こうやって持つから、あ、今来てるかなとか分かるのよ。分からへんのよ。サドルやから釣り。乗ってたらサドルやから乗ったら来るから、来るから来てるから。いや、あれ食ってビュンで引き上げるとかはないの？あ、まあ、あの合わせるっていうのはあるでんけど、そうそうそう、あの来てるのか海の流れで動いてるだけなのかが判別できへんのよな、自分の手で持ってないから。なるほどね。今ちょっと自転車量のちょっと悪いとこ出てますね、完全に。いや、でも一投目やからこんな、うん、いや、水面がねピチピチしてるしキラキラ光ってんのよな。だから魚おるんよ。そしたら行きます。おもろすぎる。これでじゃあちょっと行きます。リリースしますけど、ここでバックしたときだから。クジャグ、ウクトス、クジャグ、ウクトス、クジャグ、ウクトス。当たった。そっちっ、重たい重たい。待って
いくいく。何これ。アジやろ。ごめんな、もうこれで捕まう、ごめん。釣れました。二投目。ちょっと、あれ痛すぎる。もう今理解追いついてない、俺の頭の中でも。夢これなんか簡単に行き過ぎじゃない。もしかして釣れんじゃん、めっちゃこれって。やばすぎ。これ食べるんで持って帰りますとね。こんな早く釣れると思ってなかったから。とりあえず検証結果言います。ロードバイクで釣りはできます。アジが2頭で釣れます。こんな昼2時とかやのにこんな釣れへん時間に。とりあえずですね1匹で釣れます。やばい、やばすぎ。無理無理、分かれへん分かれへん。想定外すぎる。じゃあもうちょっと上目指そうよ。もっとこれパンパンになるぐらいいくよこれ。あ、で食べような、食べよう食べよう。これ別に朝からで遊んでるわけじゃないですよ。もうほんま食べるためですからね。あとはこれでリリースをしていくだけと。さっき釣れたのがこれぐらいの棚やった。棚って言うんですよ、この深さのことを。うーん、おっ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、バク調。もう無理やって、もう味に引き寄せました。なんなん、なんなん、マジで今3頭目やからね。3頭で今2匹釣れてるからね。しんどいしんどい、マジでツールドフランスのやつ。よし、はい、では4頭目いきますね。4頭目バンパン釣れてたから、釣るの当たり前みたいになってるけど、これやから本来は。逆やで。手順。2、3回それやって、釣れた釣れたで。そうそう。こっちのやつ言う、聞いてもらっていい？もう、その、ほんまはもう、こんなんで釣れるはずないと思ってるから、俺も。もうだから別にやって、あ、無理やな、無理やな、2日目までもう用意してたから、こっちはもう。ポイント変えましたね、2日目。よしてたらもう2投目でな、釣れちゃったから。アウタートップが火を吹いてます。あ、餌全然出てなかった。あ、なるほど。あ、なるほど。ちょっと今の失敗でした。餌がね、出てない。全然。見て。入れたはずの餌が、ほら、詰まって持ってるわ。釣り場用語したくらい。OK。行きましょう、これで。餌出てるかな、ちょっとな。わからんな、それはわからんな。ついてんかついてんか。これが本来の釣りだろよ。でもこうピチピチしてたり、キラキラしてる。キラキラしてる、魚めっちゃおるよ。アジが。うん。ちょっとマックが一回。映るんかなこれ。あ、映ってる。めちゃくちゃ魚がいるんよ。そうやろ。そろそろ魚も、あ、自転車やこれってなってるから。誰がわかんねえ。仲間に行かれて。ハンドルがついてるからな、この釣り竿。ピチピチって。釣り。すごい。めっちゃかっこいいこれ。めっちゃかっこいいよ。おもろかかった時どうなるんこれ。ウィンディングペダル、まあ、ウィンディングシューズ履いてたら、そう、焦げるからな。焦げるもん、で、
ってできたな。完成度高めようか、大事だ。よく入りますね。はい。当たりあった。はい。まあ、アジが2匹くらいなんですけど。バカにされました。釣りしてると思われてるってことやからな、この自転車って。すごくない？今俺ヘルメットかぶってるのに今釣りしてると思われてるから。釣り人やと思われてるわけよ。じゃないと声かけられへんから。当たりありましたよね。この状態見て一斉が当たりありましたよね。すごい、何やってるんですかじゃないっていう。ほら見て、もう最高に旅に乗ってるもん。釣り人の最高やんこれ。行きますね。で、もうちょっと泳がしておきます。なんでか。あ、バレた。あ、来て。お、すごい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 。アジ3匹目ゲットでございます。でもちょっとやっぱ欲深くなってきてて、ここ糸にね、5本ついてるから、針が6本か、うん、6個は針がついてるから1個当たり来てもさ、もう2あと2匹と3匹ってこう食べてほしいから、ちょっと泳がしておこうかなって思っちゃってするわけよ。絵的には見たいけどな。よく出てるよなやっぱ、うん。こうじゃないな、間違った、こうやな、うん。やっぱ正解とかないやけどな。うんとか言ってもらったし。来てる来てる、今一瞬来たよ。あ、ついただけやな。あ、ギュ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 。でも、ちょっと泳がします。これもう一品引っ張ってくれんかな。もうこの余裕までできてるよ。完璧できてるよ。食ってるかな、これ食ってるよ。もう食ってるな、うん。でも今グッと合わせてないから、うん、もしかしたら針が外れちゃう可能性がある。泳いでるな。あげます、あげましょう。あ、バレとる。うじゃん、バレてます。あ、泳がしてかね。悔しがんな。そうそう。こんな装備で悔しがんな。ちょっとった。うわ、やってもだな。今のな、本マグロやったかもしれんのにな。おらんやろ、こんなとこ。60キロぐらいで。ドガーン。来ました。あ、危なかった。もうほら、針外れてるもん、ほら。ほんまや、ほんまや。なんかやっぱコロナ、あの、釣り、言うの忘れてました。これ釣りチャンネルやと思って、みんな知ってると思って。ブボって来たら、こうやって合わせてあげるんですよ。で、針をグッてかけてあげるみたいな、あって。それできないですよね、これ。事実上、わからない。すごくない？でも。いや、すごいな。当たり前みたいになってるやん。うん、こうへんのが、なんでこうへんのみたいになってるやん。
そっちかな。だから。お、起きた。今ミス来てたらな、うん、今これこう来てこう入れといてで来たらもう合わせるっていうのはこっちでこうグッてサビキに合わせるとかあるんかなそもそも。エサも残ってんじゃん。いや残ってくはないな。ほぼ来てる来てる。なんか来てるやん。ワカメが来ました。やっぱでもどのあたりもやっぱこの落とした直後が来てるな、あたりとしては。だからもう下手にずっと待ってても無理なんかな。ちょっとほのぼの釣りチャンネルすぎん。大丈夫これ。ちょっと無言すぎん。無言すぎんか。いけてるこれ。真剣やから。っていうかそのそもそも目標達成してるから。達成。ただの釣りやからねこの時間。何の映像マジで。サイクリストが魚く待つ映像って何やねん。鳩も来た、鳩も来た。ほのぼのよ。ほのぼのチャンネル。絵が変わらんからお前鳩追っかけてまうやんけ。絵が変わらんくてごめん。撮りたい絵2頭目で撮れてるもう。何匹ぐらい釣れた？今4匹釣れました。飲ませの仕掛けあげようか。マジっすか。うん、飲ませってどうしたらいいですか。元を泳がしとくみたいな。そう、アジを泳がしとくね。釣れたら釣り込むの。いや、もう普通に回してます、今手で。うわ、ビャーって走りだした。めっちゃおんで。いや、めっちゃおりますよね。釣れそうですよ。何これ、この量。そんなにおる。やばい。やばいぐらいおる。お、誰もこれ突っ込まれ。これそうそうそう。これなの。これなのよ。もうこれ全然釣れ、もう左折釣りみたいな。やっぱり釣れたの。めっちゃ魚おるなって言ってすごいな。溶け込んでるんかな、もしかして。これ俺違和感がしてて俺だけか。俺とお前だけじゃんよ。マジで浮いてるね。別にこれ普通じゃん釣り。あ、そうなの。もしかしてその先客おったこれの釣り方で。あ、流行ってんかな。俺釣り業界知らんだけでこの釣り方メジャーになってんから、もしかしたら。俺今赤星みたいになってる。やめろやめ、そんな顔すんの。なんかついてる、なんかついてる。ほんまヘッドシャンプーなんだよ。ちゃうわ。すごい。ちょっと。あげよう、あげよう、あげよう。え、タイ、ちっちゃいキャンプ。何これ。これがアジ。こいつちっちゃいからリリースしてあげようか。ちょっとわからない魚が釣れました。へぇ。ちょっと見えへんけど、ごめんね。早くリリースしてあげるわ。はい。はい。謎の魚。釣れんねや。食べれるかわからん魚釣ってもでもな。後で食べれませんでした、ちょっとな。うん。さすがにかわいそうやから 100% 食える魚を。そうそうそう。ツールドフランスのやつ。来た来た。あいでそう。アジゲットした。嬉しいですね、本当にね。今日のアジフライが一つまた増えました。いいね、いいね。くれてるくれてる。
これさっきとあれや一緒で多分ほんまやこれ何なんこれ何の魚やなこれあ、マジっすかこれ何なんすか全然食べてない全然食べてないへぇ、ほらタイやんスズメダイなんですねこれスズメダイ食べれるんやじゃあ食べよう美味しい魚食べよう食べよう普通に食べますじゃあ俺の一匹釣ったら取り戻してくれよ一匹目に釣っちゃった楽しない楽しい、 いや普通に釣り来ようよこんな自転車持ってる人は竿とこの仕掛けさえ買えば釣りできますえめっちゃ来てるなマジで今すごいよ今これこの竿使うか今チャンスやな多分でききてないからもうちょっと後頑張った一回下ろせばこうやってなあ来てる来てる魚が集まってきてる。いや釣りでも目視ってあんの？ここほんまにマジで。あんの？こういうのあんの？ラウマやんだから。あ来てる来てる来てる。寄ってきてる寄ってきてる。食うよそろそろ。ちょっと、うん、自分で持ちながらもっと先に投げていい。ああもうそれ釣りじゃない。釣りやで、ね、これをこうするやんか一回。うん、でさこの辺までこうしてさ。怖っ。あ、来てる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 やっぱちょっと奥やであ、待って、バレたあ、いてへんなバレてもたうわちょ、でも集まってきたあ、来た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 あ、行ってる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 めっちゃ暴れてるやんはいーはいーあっしゃあ、でも針取れてるわやっぱ合わせられへんからやっぱり強さ何匹目取れてる1、2、3、4、5、6で1匹になる無限にいけるやん、こんなまあ今日はとりあえずこの餌がね、尽きるまでやろうっていう感じですねあ、相性もいいな、自転車とあ、違う失礼しましたはい、足もう一発いけるやんスズメダイでございますこれとお刺身で食べれるらしいんで食べ忘れたでまだちょっとカゴに残ってるんであとちょっとほんま残るよこれをもう絞りに絞ってなんとかなんとかあーしオッケー愛車が汚れますんでここ見てな、ここ見てな、こうやってやるやんか。変速。変速してる。あ、じゃあ危ない。トップで、トップでやりたい、俺は。来た来た来た。くれました次への才能が開花してるもしかしてじゃあ片付けして終わりっすね
ぬるっと終わんなって。ほな帰ろか。一周。一周。終わりです。終わりです。ツールドフランスのやつ。はい。ということでして、なんとですね、自転車と釣り相性抜群です。抜群マジで。なんていうか同じ会社が作ってるからやっぱりすごい。で、チョーカーご覧ください。アジが、計11匹釣れました。で、このスズメダイね、1匹リリースしたんでスズメダイが、まあ、3匹計釣れたんで、超過としてはですね、魚が、14匹釣れたという。いや、あの天気見てくれたら分かると思うんだけど、全然変わってない。夜なってないやんか。時間そんな経ってないよ。マジであのサメキロ、あの一袋を使っただけよな。ロッキーやな。ま、マジ何のやらせもなく、マジ全部釣ったからね。で、今からも食べると。すごいね、でも、ほんまに。順調すぎる。できるんやな。やっぱり、ロードバイクと竿さえあれば、釣りできます、もう。リールいらないです、もう。これ、あれちゃうかな。シマノとかに俺、表彰されてもええんじゃなくて。この釣りと自転車を、初めてつなぎ合わせた。やつとしての、ね、なんか島のアワードみたいな頭受賞してない俺。ほんまにこういう自転車がこう出てくるかもしれんからな、島のから。そうそうそう、もうこの氷についてたらな、もうあとはな、あのこのまま堤防行って止めて、でこのまま行って垂らせると。そういうなフィッシングスタイル、サイクリングスタイル、もうどっちか分からんけど、そういう自転車フィッシングっていうのが、だから自転車フィッシングで普通こう担いでいくかやこんな、うん、でそれ自転車乗って、で自転車置いといてやる。いやいや、する時もこぎたいですね、こうやってパーって叶うと。まあ、今回ちょっとね、言いたいのが、まずこのちょっとメンテナンス用のスタンドやから、この上にね、そのまま、まあ、乗れんことないけどな、乗るとね、ちょっとまたね、お前そんな上乗んなよっていう人がちょっと乗るとちょっと乗れないと。ちょっともうちょっと頑丈なやつをね、あればほんまに糸垂らして、でその状態でこうやってきたきたきたって焦げたっていう、これ一つ反省と、あとまあもう一個ちょっと先言っとくと、あの、この海水、お前これ自転車まず乗り行っちゃうんかなると分かってますから、このスプロケとかこのハブに関してはちゃんと洗車用のいらないやつほんま使ってます。でなおかつ今日帰ったらちゃんと洗車してあげます。まあ、それさえ守ってればもう基本的にはね、もうだってあの釣り人の方々もこれのこと一切言わへんかった。これも釣れてるどうみたいな、アジおったでよそこほど。だからもう多分こう馴染んでたんやと思う、多分で馴染んでたし、魚も何の違和感もなかったからめっちゃ食ってくれたよ。だって他にも同じ釣り方やってる人おったけど、そ釣れてなかったよな。釣れてる全然全然別にその俺らのことはな、もう倍ぐらい俺ら釣ってた。だって2分の1投かもしくはそれ以上多分、うん、な投げて2回に1回か 1.5 回に1回ぐらいは思う、絶対当たってたもんな。少なくともその当たってバレてもうたとかはあったけど、そうなんですよ。だから自転車で魚釣れるっていうのも当たり前の検証結果なんですけど、あのもしかしたら釣り具よりこっちの方が釣れるってこれが検証結果となっております。ですね、今日の動画が良かったような方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これからもですね、このロードバイク、そして自転車のこのうるさいロードバイク自転車のですね、新しい可能性ね、見たことない景色ね、これをね、あの皆さんにお届けできたらと思っておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。爆笑です。帰宅しましたんで、とりあえずね、一応ね、海水がちょっとかかってるかもしれないんで、一応洗車していきます。まあ、多分でもな、今日の感じ見てたらあんま何もなってない、正直。BLC チェーン、いいでしょ。はい、ということでですね、元に戻りました。ですね、今からアジフライを食べていきたいと思います。どうも、マスターの料理チャンネルへようこそ。今日はですね、アジのフライを作っていきたいと思います。ジェット天ぷら
始まってないね。終わりました。釣りが終わりました。あの見てくださいこれ、アジのあの開きをね天ぷらに、まあ、したというかね、天ぷらもお母さんがやってくれました。あの実家です、実家で。しかもこっちがあのスズメダイなんですけど、まあお刺身がいいってあの現地の方言ってたんですけど、結局ちょっとねあの天ぷらに結局こっちもしました。ということでちょっといただきます。骨硬いね。食えるんちゃう、食えるんじゃない。骨硬いね。うまいって言え、そこ嘘でも。うまい言うてくれ。いや、うまいよ、めっちゃうまいよ。あ、ほんまに骨以外うまいの。骨取り方が甘かったな。中骨、あ、こっちはうまいな。あの、背骨がある側とない側があるわけ、うん、こう開いてるから。背骨の苗がめちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまいこれ。いや、スイカみたいにして食べればいいと思う、多分。あれ、あれ聞いて噛むやん、スイカって。それやと思う。そういうことね。それやと思う、マジで。まあ、うまいのは確かなの、マジで。で、こうやって多分この、どっち側か確認しながら、うん、これめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい、これは。うん。スズメダイの方もいただきますね。スズメダイどれ、ここ。見ますか？見ますか？ちっちゃいね。でよ。あ、うまっ。あ、うまっ。そんな早い。え、めっちゃうまい。もう。やわらかってなる。もう。マシュマロかけた。ぐらいも。ふわ。めちゃくちゃうまい。普通にうまいです。あ、ということでですね。検証結果ですね。自転車で釣りはできますし、なんやったらめちゃくちゃ釣れます。だいたい2時間弱ぐらいかな、釣ってたのが、うん、で、まあ、釣果としては、アジ11匹で、スズメダイが、3匹かな釣れたんで、まあ、計14匹釣れました。 2時間弱で、ね、自転車で。なのであの、ね、最近ちょっと釣り場行って、最近ちょっとあんま当たり悪いなってなってる方とかね、逆にあの自転車で最近ちょっと同じとこばっかり走るのあってきたなっていう方はね、これ自転車釣りが全部解決してくれます。もうありがとうございます。ということで検証結果、自転車で、釣りはできるということでございました。本当に皆さんありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。これも後でいただきます。あはす。重たい。ちょっと待って。